皆さんこんにちは、トキャンゲームチャンネルアルファです。今年もですね、1月22日になりました。明けましておめでとうございますですね。新年一発目の動画、とりあえずこちら、先ほどですね、ブックオフ行ってきたら、一番くじのね、これ F 賞、まあ、この4種類ですね、この海王様 とこの悟空じゃない、ご飯で悟空とナッパでご飯とファイヤードラゴン、この4種類が、どれかが出るというもので、これが1個ね990円、まあ990円でちょっとね割高なんですけど、まあ普通にこの、ご飯とかね、千何本で売ってたんで、まあ、こっち買ってみた方がねいいかなと。であとね、開ける楽しみも、あるかなってことでね、買ってきました。じゃ早速ね開けていこうと思います。まあ一番くじね、なかなかやる機会っていうのはねないんでね、果たして何が出ますかね。これね、どん、お、悟空とナッパでしょ。あ、これはいい、これはいいですよ。これ、あの遅いぞナッパね、遅いぞナッパですよ。あ、これはいい、幸先いいねこれはね。あ、ちょっとすんごい眩しくなったけどね、勝手に照明を動かされましたね。はい、この方が見やすいでしょうかね。はい、行きますよ次。あ、ちなみにね、これがね重いやつで、こっちがね軽い方だったんですよ。で重いやつがね店にね4つぐらいあったんですよね。で軽いのと重たいのを1個ずつ買ってきたんでね、これねもしかして海王様じゃねえかなと思うね。じゃん、ほら、おお、やっぱ海王様、すごくない？おお、折れないようにねちゃんとクッション刺さってますね。あ、したらあれだ、海王様が、4つあったんだ。だってすごい重たいんですよ、明らかにね。あの重さ比べたら明らかにもう重さが全然違ったんで、あ、やっぱ海王様だった。あ、やった、狙った通りでしたね。よかったんじゃないですかこれ。これ多分ね普通にね買ったらね、あの990円では1個あたり買えないですね。ちょっと高いですもんねやっぱり。よかった、今回はこちらの、ドラゴンボールのね、一番くじの EX天下分かれ目の何ドラゴンボールっていうの、これね途中消えちゃってねちょっと分かんないですけど、これをね開けてみました。はい、まあもう古い商品なんで、新品はねもうおそらくないと思うんで、まあ、今回はね、ブックオフで新品で売ってたんで、まあ皆さんもねどっかで見かけたらねこれ買ってみたらいいんじゃないですかね。よかった、これ海王様と遅いのナッパ出ました。はい、引き続きね、またちょっとね動画上げると思うんですけども、次はね福袋、やっていきたいと思います。新年一発目ですけども、幸先のいい、ものが出たということで、今年も1年ですねよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。